アニー・フィッシャーは、ハンガリーのピアニスト、ブダペスト出身。8歳で、ベートーベンのピアノ競奏曲第1番を演奏したと伝えられている。1923年に、フランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セ形ケイや、エルンスト・フォン・ド・ホナーリーらの訓導を受けた。1928年には在学中ながら、チューリッヒで演奏して、国際的な注目を浴びた。 1933年に国際リストコンクールで優勝し、もっぱらヨーロッパで演奏活動を行った。1937年には23歳で音楽評論家であったアラダール・トートと結婚した。また、第二次世界大戦中はスウェーデンに避難していたが、第二次大戦後の1947年に再びブダペストを拠点に演奏活動を展開したため、 大西洋を渡ったことは二度しかないという。戦後、ブダペスト歌劇場芸術監督に就任した、アラダール・トートが招聘した指揮者、オット・クレンペラーに見出され、アムステルダム、ロンドンで共演する。1950年代に、ロンドンのアビーロードスタジオで録音したベートーベン、シューベルト、シューマンのピアノ音楽には、フィッシャーの真摯な音楽作りや、虚色のない表現が示され、 一連の録音は、デ・アントラバブル・ディ・アニー・フィッシャーとして EMI から発売されたこともある。初トベーは、1961年であり、ジョージセール指揮するクリーブランド管弦楽団と共演した。1980年に、日本国際音楽コンクールの審査員として、初来日し、その後しばしば、日本に訪れるようになった。1995年に、 ブダペストにて没。没後フンガロトンレーベルより1977年から1978年にかけて録音したベートーベンチクルスが単品で順次発売され、後年にベートーベンピアノソナタ全集として9枚組のディスクとして発売された。しかし、フィッシャーはこの録音に回帰的であり、生前は発売を許さなかった。発とした表現力とみの確かさ。 細部にわたる集中力から、ツビアトスラフリヒテルなどの音楽家から称賛された。モーツァルトやベートーベン、シューベルト、シューマン、バルトークなどのレパートリーは評価が高く、残された録音は高学家から人気がある。ありがとうございます。